シビックプライドダイアローグ、地域の魅力と文化力アップに挑む人々。この番組は地域への誇りと愛着を強く抱いて、その魅力や文化力のアップに挑み続けている人々にゲストとしてご登場いただき、未来を動かす知恵や原動力について語り合ってまいります。この番組は災害の時にも安心安全な水を確実に供給する水処理プラントメーカー株式会社拓郎管理工業の提供でお送りします。こんにちは、大滝雅夫です。こんにちは、生見恵です。シビックプライドダイアローグ、地域の魅力と文化力アップに挑む人々。この番組では大滝雅夫さんと私、生見恵が進行を務めさせていただき、毎回ゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。さて、今大滝さんと私は戸塚区前岡町にあるギャラリー付きのカフェにお邪魔しております。大滝さん、窓の外の梅の花がもう満開を迎えていまして。そうですね、とっても綺麗ですね。そうですね、紅梅が輝いています。今日はこういった素敵な場所から放送ができますので、とてもワクワクしています。そうですね、カフェに入る前にも梅の香りがして、私たちをこう梅の香りが迎えてくれました。はい、幸せな気分に浸ることができました。はい、今日はあの金子ファームさんを訪ねておりまして、金子さんのご自宅の敷地内にありますカフェアトリエから、金子雅也さん、陽子さんご夫妻とお話をしていきたいと思っています。それではご登場いただきます。農業経営者の金子雅也さんと奥様の陽子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子雅也と申します。よろしくお願いします。では私の方から金子雅也さんのプロフィールをご紹介させていただきます。金子さんは1949年横浜市戸塚区前岡町のご出身です。工学院大学建築学科をご卒業後、建築家を志され、1977年に金子建築設計事務所を設立されました。一般住宅や商店などの設計業務を幅広く展開しているさなか、1989年に家業の農業を相続。ちょうど同じ頃、横浜市が前岡に市内で2番目のふるさと村を開設し、自然と農的環境の保全・支援事業を開始しました。これらのことから金子さんは横浜らしい都市農業の在り方を自分なりに追求してみたいと考えるようになり、徐々に農業経営の方にシフト。2000年には自宅敷地内に農産物の直売所兼ギャラリー付きカフェアトリエをオープンし、運営全般は妻の陽子さんが担っていらっしゃいます。金子さんは現在農業後継者として次男夫婦に果樹栽培を任せ、農産品の生産から加工販売を行う6次産業化した農業経営や、有機野菜の栽培、地産地消の推進、収穫体験農業などに熱心に取り組んでいらっしゃいます。地域の役職は前岡ふるさと村推進協議会副会長、2014年からは JA 横浜の理事を務めておられます。金子さん、はい、今日はお邪魔しております。いつあのこの前岡を訪ねてもとってもいい地域ですね。あのどなたもこのふるさとを感じるようなぬくもりといいますか、温かさを感じる、そういう地域だと私は思ってるんですけどね。はい、ありがとうございます。私はねここに住んでいるんであまり感じないんですけどね、あのよくここを訪ねてくれた人が空気が違う、そうですよね、うん、そうですね、金子さんのお宅の庭とか周囲の畑には梅の木がとっても多いですよね。はいはい、梅の種類もたくさんあるんですか？ええ、小梅を含めればおおむね20種類ぐらいはありましょうかね。はあ、ですからそれが順次こう咲いていくので、3月の末ぐらいまで梅の花が売れるということです、ね、とても素晴らしいですね。はい、あの今年は年明けからとっても冷え込む日が続いていたんですけれども、うん、梅の収穫は例年と比べてどういう見通しですか？はい、現在今紅梅しか咲いてませんけれども、もうぼつぼつ白いの梅が咲いている程度なんですけどね。でも
通常の気候だともう白い、ね、もう咲いてる頃なんですね。あ、それで遅い紅梅が最後に咲いていくっていう形なんですけど、こういう形で遅れていくと随時咲いてたものが一斉に咲きますよね。なるほど。そうすると交配が進みますから、豊作になりやすいですよね。なるほど、まあ、そういう期待はしてますけど、ね、豊作ってのはいいですね、楽しいですね。本当ですね。で、あの梅というのは梅干しなど加工食品としても人気があって、でこの時期を楽しみにしている金子ファームさんのファンが多いのではないかと思うんですが、はい、いかがですか。そうですね、5月中旬10日ぐらいからかな、小梅の収穫体験が始まって、で6月の10日ぐらいにだいたい梅干しの、あの完熟梅ですね、はい、収穫体験が終わるっていう、その中で水曜日土曜日日曜日の11時から収穫体験をしてもらうんですね。うーん、そうなんですね、はい、梅もぎ、まあ、いわゆる収穫にはどれぐらいの人々が集まってくるのか教えていただきたいんですけど、ね、だいたい700名余り一般の方がね、700名、まあ、予約していただいてい、ね、それでその水曜日土曜日日曜日に来ていただくかと。でそれ以外に、うん、この頃保育園とか、はい、幼稚園とか小学校とかが、そのなんと年長さんというか、年長さん、はい、そういう子どもたちが取りに来て、とっても楽しそうに、ね、やってくる。あ、本当ですか。楽しそうですね。なんか賑やかな声が聞こえてきそうな感じですね、はい、これは予約制なんですか。そうですね。あ、はい、そうなんです。なぜかっていうと予約していただいた方が一箇所に集中しないじゃないですか。あまり100人超えてしまうと、私のところの園は100人でも大丈夫な園に案内するわけですけど、はい、その人たちがこの庭にいっぱいになっちゃうんで、はあはあ、あの園に誘導するときにだんだん早くなっちゃうそういうことがあるんで。どうですか、梅を材料にした加工食品は金子ファームさんの場合にはどのような種類がありますか。やっぱり梅干し中心で、梅干しやれば梅酢が取れて、はい、ゆかりが取れてっていう形のところから今度梅ジャムにしたり、はい、その時期によって早い梅取ったのは、はい、その梅ジュースにしたり、はい、梅エキスにしたり、はい、あとお前のある、うん、なんでカリカリこ、うん、カリカリ梅ね、ね、うん、ああ美味しいですよ ね、 いすね、うん、はいはい、そういう形でその梅はやっぱり5月の中旬から6月までの青い梅から完熟梅までの中で、加工にも向いたいろいろありますんでね。うん、そういう意味ではうちでは一箇所一点に集中しないで楽です。なるほど、そうですね、実は私はずいぶん前ですけど、うん、梅ジュースをいただいたことがあって、あ、はいはい、いや本当に美味しかったです。今でもその味は覚えてます、うん、はい、ありがとうございますで今ご紹介いただいたものすべてご自宅の直売所だったり他の販売所でも購入できるんでしょうか。区役所の地産地消 PR コーナー、それからこの直売所、それ以外にも東戸塚 の、 あの市民朝市とかね、はいはいはい、あのそうあと港未来の朝市ですとかね、はい、やってますけど、はい、あと去年一昨年くらいからかな、 JA のメルカートにもあの加工品も出させてもらって、ですから意外と横浜の北農協のあたりも多摩プラザ支店でも販売できてますし、はい、だいぶ広まってきましたですね。横浜市で幅広く売られてるんですね、はい、まあ、あの JA のメルカートはいろんなところにあるっていうのはおかげですけどね。はい、そうですよね。あの金子さんのところでは梅塾というですね、はい、事業をやってらっしゃいますけども、はい、この事業を簡単にちょっと説明していただけますか。あの梅のもぎ取りをやる前に、まあ、これは次男がやってるんですが紙芝居を作りまして、で梅の管理をその1年通してですね説明をするんですね。で、あの紙芝居見てもらって、あの口で喋ってるだけだと聞いてくれないんです、ね、なるほど見るものがあると集中してくれるので、はい、確かに、それで紙芝居にしたんですけどね、そうするとそれを聞いてもらった人たちはやっぱ安心してくれる、それと梅に対する関心も持ってくれる、はい、そういうことがあったのでずっと続けてますね。あの果樹は金子さんのところではあの梅だけではなくて柑橘類とか、はい、柿とか、はい、イチジクなんてもありましたよね。そうですね、はい、
これは直売をしてらっしゃるんですか、それともジャムなどの加工品として製造販売してらっしゃるんですか。はい、生で販売してるっていうのはまあ主体ですけども、柿なんかはどうしてもちょっと形の悪いのとか、そういうのは切ってしまってスライスしてチップにしちゃうんです。乾燥させて。美味しそう、意外とおやつ感覚で食べれるんで、はい、この頃だいぶ人気が出てきましたね。 そうなんですね。あとは他の梅とか、みかんとか、それから金柑とかグレープフルーツとか、そういったものは余ったらジャムにしちゃいますね。なるほど。湘南ゴールドか、グレープフルーツじゃなくて湘南ゴールドですね。湘南ゴールド、ああそうですか、はい、金柑もとっても美味しいですよね。あ、そうですね。ねえ、最近6次産業ということをよく言いますよね。はい、金子さんのところでは生産から加工販売までをご自身で実行されておられますから、はい、そういう意味で言うとこの6次産業化というものをすでにこう進めておられるわけですけれども、はい、こういう6次産業 をですね、金子さんのところではやっぱり将来にわたって続けていこうという考えでいらっしゃるんですか。はい、やっぱり都市は耕作地が結構やってると言ったって2丁部とか、はあ、多くたって3丁部ぐらいだと思うんですよ。はい、そうすると生産量っていうのはある程度限られてきますよね。はい、ですから商品に変えるには加工も含めてでないと、うちなんかも区役所に持って行って、もし加工品がないとしたらば、果樹だけだと季節なものになっちゃいますし、はいはい、野菜も朝から晩までお客さんのニーズに合わせて、確保するといったらトラックの、でかいトラックで持っていかなくちゃならなくなっちゃいますね。そうなるとやっぱ加工品がないとなかなか難しいですよね。そういうことですよね。まあ都市農業のこうやっぱり進め方としては、この6次産業化していく農業のあり方っていうのは一つの方向性を示しているわけですね。そうでしょうね。そうですね。はい、露地野菜もたくさんこう品種を揃えて、はい、生産していらっしゃいますよね。はい、これらの農産物っていうのは直売所において市民の皆さんに提供されておられるんですか。はい、今はそういう形で提供しております。ただ自分は収穫体験っていうところに特に野菜関係は持っていきたいなと思って。ああなるほどなるほど。この収穫体験の話は後でまたちょっと展開させていただこうと思ってますね。はい、金子ファームさんでできたこの菓子や農産物、今インターネットなどを通じての販売も多くなってきていますけれども、そういった対応はしてらっしゃいますか。はい、うちは今原則としては通販とかインターネットはしてません。あ、というのは、さっきもちょっと触れたけども収穫体験を目指しているというところは消費者とその会話ができる、はいはい、そういうところを、まあ、うちみたいな規模の農家であればそっちを選択することの方が合ってるんではないかと思いますんでね。はいはい、対面を大事にされてらっしゃるんですね。はいはい、で随時募集ということなんですが、野菜塾という活動も行っていらっしゃいますよね。はい、これはどんなことをやっているのか、あと応募してくる方は年間何人くらいいらっしゃるのか教えていただけますか。はい、この野菜塾今は、2ヶ月に一遍っていうペースでやってきたんですけれども、29年度まではですね、30年度からはちょっと増やしまして、はい、毎月ぐらいのペースでやりたいなと思ってます。おそうですか。で今うちに新規就農者の青年が来てくれてるので、彼にも手伝ってもらって PR して応募してもらって30人集まったらとか20人集まったらとかってんじゃなくて、ちょっと来てその3人でも4人でもそこにいたら一緒に畑行ってもらって、それで収穫してもらってっていう形を取れたらいいなと思ってますね。はい、少なくても塾を開かれる。はい、でこの塾の意味というのは、さっきの梅と同じように野菜に関してもうちは農薬散布してないんですね。で自主、なるべく自分のところで栽培したものの種を取って、そしてそれを栽培してるんです。で農薬散布しないってことはこの横浜の特産の小松菜とか、はい、それキャベツとかこの辺は虫がつきやすいので、うち、はい、には非常に難しいタイプの野菜なんです。
そういうことなんですか。なるほど。どうしてもうちの野菜っていうのは根菜とか、それからあの岡のりとか、葉っぱでいう岡のりとか、はい、あの野良ボーナ、野良ボーナとか、今やってるなんだっけ、オータムポエムとか、あ、ヤーコンですか、ね、ヤーコン、ヤーコンの根菜でしょ、あのルッコラ、レタス、うん、ルッコラ、ルッコラとかね、ルッコラ、うん、そういうものが主体になってきちゃいますね。あ、なんかちょっと珍しい野菜が多いんですかね。あの体にいい野菜をそれで選択してます。しかも無農薬、はい、あでね、無農薬っていうと、あの買った時の種も農薬がかかってないのを言いますでしょ。はいはい、でもうちは買う種もするから無農薬とは言えないんで、自分のところでは農薬散布しませんっていう言い方しかできないね。そういうことですね、なるほど。で有機堆肥で、あの化学肥料は使わない。あの先ほどの先生 の, あの地産地消のね、はい、話の中にと似てるかなと思うのは、あの畑で採れたものをもう一回その乾燥させて、その残菜を堆肥に変えて、はい、また畑に戻すとか、あその中でこの繰り返すっていうんですかね、はいはい、なるべく身近にあるものを利用して使っていくっていうか、それもやっぱり地産地消の一部になるかなと思ってるんですけど、ね、あそうですよね、はい、この今地産地消の話が出ましたけど、横浜市は地産地消にかなり力を入れてきました ね、 ね、はい、金子さんもこの農業政策には並々ならぬこだわりを持っていらっしゃるというふうに私も思っているんですが、横浜市のようなこの大きな都会においてですね、都市農業を進めていく上で地産地消というのはこれ本当にあの大事な、私は推進政策だというふうに思っているんですが、金子さんどんなふうに思っていらっしゃいますか。私はあの JA の営農経済の常務に前あの説明会で聞いたときに、なるほどなと思ったのは、横浜市というのは非常にあの野党の多い地形の都市だということで、どうしても農地が分散してくると、はい、ですからあのそれでそれが市街地に食い込んでいると、はい、ですからあのその土地その土地で特色も出てくるし、そういう意味であの JA では13店舗もあるんですよね、横浜市内に、はいはい、そうですよね、そういうふうに分散させることによって経費もかかるし、ロスも多くなるんですけども、でもそれの方が横浜市型農業と言えるんじゃないかというあのセミナーを受けたことがあるんです ね、 そ, うですね、それは本当にあのなるほどなと私自身も思ってるし、そういう形で進めていくのが横浜型の都市農業だろうと思ってますね。そうですよね、はい、あの横浜市全体では1000カ所も直売所があるというんです ね、 ですね、びっくりですよね。これは他の都市にはない特色だと思います ね、 そうですね。こういうあり方について金子さんはどんなふうに、やっぱり こういう方向でいくっていうのが望ましいというふうに今 の、 その JA の方の、はい、昔の生産オンリーみたいな農業から、そういう形で小さくても自分のところで直売したり、そういう店がそれだけ増えたということは、やっぱりあの現代の農業に近づいてるんだろうと思いますし、またその横浜型の農業の形にも近づいてると思うんで、こういう方向で進んでいくんじゃないかなと思いますけどね、はいはい、ではここで本日おかけする曲を金子さんに3曲選んでいただいていますので、最初におかけする曲を教えていただけますか。はい、私の一番好きな歌手で、その中でも一番好きな曲なんですが、はい、カッチーニのアベマリアという曲があります。こ、はい、れはどの方が、あの天貝真由さんって言ってですね、もう20年も追っかけやってるんですが、あーそうなんですね年が分かりますけど金子さんが追っかけやってるっていうのはなんか初めて聞きました。天貝真由さんのカッチーニ、はい、アベマリアを、はい、ではここでお聞きいただきます。本日は戸塚区の農業経営者金子正也さん、陽子さんご夫妻のご自宅の敷地にあるカフェアトリエでお話を伺っております。さて平成12年にこの直売所兼カフェアトリエをお作りになられまして、開店時間は木曜日から日曜日の午前11時から午後5時までということなんですが、四季を通じて馴染みのお客様がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、
もう今年で18年目を歩いておりますので、はい、もうかなり大勢の方に知っていただきまして、はい、梅もぎにいらっしゃるお客様が何回か訪ねてくださるってこともあります。あ、そうですよね、はい、本当に馴染みのお客様が年に何回もいらっしゃる、はい、いや本当にいいところですよね。ほっとします。で、先ほどコーヒーもいただいたんですけども、とっても香り高くて、大滝さんが美味しいですね、美味しいって言ってましたけれど。ありがとうございます。それ以上に奥様手作りのケーキが評判ですよね、はい、ケーキも先ほどいただきました。美味しかったですね、はい、キウイが練り込まれているケーキをいただきまして、私初めてそういったキウイケーキをいただいたんですけど、なんか酸っぱさと甘さが相まってとっても美味しかったです。ぜひリスナーの皆さんにどんな手作りケーキを提供されているのか、また、はい、アトリエならではのドリンクもご紹介いただけますか。はい、季節ごとのうちでできる果物を使って、今はキウイとか柚子とかオレンジですね、はい、この季節はこういうものが多いんです、柑橘類が、うんうん、でも梅の時期とかになると梅のケーキとか、はい、その同じ時期に桑の実も取れるので、桑の実のケーキを去年から焼き始めました。それはとても美味しいです。そうなんですね、はい、また食べに来たくなりますね。あと秋にはですね、はい、イチジクとか柿のケーキも焼きます、はい、何でもケーキにできるんですね。はい、うちで加工しております、はい、ジャムにできるようなものは大体ケーキに使っております。小鳥の鳴き声が聞こえてきたりとか、あと周りには季節の花々、今見るだけでも梅だけではなくって椿ですかね、はい、が見えたりしていますけど、もうたくさん花々も咲いていて、こう横浜なのかなここはっていう感じで、横浜にいることを忘れてしまいそうになるんですけれども、このカフェには近所の方々以外のお客様もいらっしゃいますか。はい、遠くはですね、埼玉とか千葉とか、はい、そうですか、東京からもいらっしゃいます。それはそのテレビに映ったからっていう、そういうこともあるんですけど、はい、それで何回か同じ方が訪ねていらっしゃることもありますし、あと横浜の、まあ、大体遠くの方もいらっしゃいます。江北とか横須賀の方の方とか見えます。そうなんですね、はい、どんな反応ですか。ここは本当に横浜ですかって聞かれることはもうたくさんあるんですけども。それとかですね、飲み物でシソの茶とか、はい、ウコンとか山椒のお茶とかそういうのも作ったりするんです。だいたい食べられるものはお茶にもできるんじゃないかと思って試してみるんですね。そうすると美味しいものは作り方もこうやって作ればいいですって言いながら、私はここでお出ししたりします。あ、そうなんですね、はい、作り方も紹介しながら、それは同じように喫茶店やる方があってもいいし、うん、それは私が生きてるうちに、なんていうかな、伝えたいなって思うことでもあります。ぜひ後で一つほど教えていただけると嬉しいです。はい、今コミュニティカフェの存在はこう地域づくりにとても重要視されています。このカフェアトリエは早くから地域コミュニティの拠点としてのこう先導的な役割を担ってきたのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。私の気持ちとして、ここにいらした方は何かのご縁でいらしてるっていつも思うんです、うん、それで何か声を出して帰っていただきたいなと思うので、私ができるサービスでね、この方もこの方も例えば秋田なのにとかって思うと、はい、お二人は秋田ですよって言うと、お二人がまず初めて会ったのに、はい、前からの知り合いみたいに楽しそうにお話をされる、それが私もすごく嬉しくて、誰か、私とでなくてもいいんです、うん、ここに集った誰かとお話をして帰ってほしいっていうのがあって、うん、そのようにしていたら、今公園で誰さんと会いましたとか、はい、皆さんなんか仲間になったような、うん、そういうつながりができてますね。やっぱり親近感も湧きますし、あとそういう雰囲気がこのカフェにはありますよね。
この場所はいろんなアーティストの方々の交流の場にもなってるんですよね。これギャラリーになっておりまして、はい、まあ、今日も実は工芸展、ね、はい、やってらっしゃるわけですね。これどれぐらい変わって年間どれぐらいの展覧会やってらっしゃるんですか？はい、1ヶ月に1つの作品と決めてるんです。あ、なるほど。それで12ヶ月あるので、だいたい1年に12人ですね。か12グループっていうかな、グループ展もやりますので。あ、プロアマ問わずに予約をしたりとか利用はできるんでしょうか？はい、私の決め事としてここを利用してくださった方って決めているんです。あ、だから、まあ、拙いですけど私の入れたお茶とか何かを召し上がった方でそういうのお家にいっぱい眠ってるよとか、うん、そういう方があったら声かけしてここでやりませんかっていうふうに持っていきます。あ、つながりから生まれていくんですね。はい、ご自宅の庭先というのは今もこうやって窓から見えるんですけど、テーブルなんかも置いてあってですね、ここでお茶を飲んだりしながらコンサートも楽しめるというね、素晴らしい場所なんですが、陶芸作品の展示会なんかもこの庭でおやりになったりですね、一番私実は感動したのはこのすぐ隣にある梅林のバイリンの中でやったジャズコンサートでしたね。これは本当に私感動してもう涙出そうなぐらいいいコンサートでしたね。バイリンの中で、ご主人がいろいろ企画してやったんでしたね、あれ確かね。はい、そうですね、前岡ふるさと村の記念事業か何かでですね、前岡の自然芸術祭っていうのをやったんですね。はいはいはい、でその時にの一つとしてうちの梅園でコンサートライブをやったんですね。この前岡ふるさと村でもアート展っていうのを結構やってましたよね。はい、今もやってるのかもしれません。いや、これは2000年だったと思うんですけども。2001年です。2001年か。そうですか。その次の年に、要するにここで随分打ち合わせもしましたもんね。で、前岡ふるさと村全体で47名ぐらいだったと思うんです。アート作家を招きして、はいはいはい、かなり大規模な展覧会でしたね。したね。で、その作家さんに農家の人がサポーターになって、それで作品を展示してやったんですね。でものすごいエネルギーが必要になって。確かにそうですね。それでもふるさと村全体でやるのは大変なんで、お前が仕掛けたんだから金子ファームで継続しなさいって言われて、うん、でふるさと村の秋アート祭、ふるさと村梅アート祭っていうことになって、はいはい、しまった。そうですね。はい、でもまあここに集約されていることの方がまた別の意味で良かったのかもしれませんね。まあ、そうですね。そうですよね。はい、少し話それるんですけれども、金子さん一級建築士でいらっしゃいますよね。はい、建築事務所も構えておられたわけですから、はい、建築士としての仕事っていうのは今も続けておられるんですか？いえ、もう今は私が以前手掛けた作品とかそういう仕事させていただいた方のアフターとして協力してるくらいですね。アドバイスしたりですね。そうですか。はい、前岡ふるさと村ができました時に、はい、まあ、様々な施設ともできてますけれども、まあ、建築士として の金子さんがこの力量を発揮されるようなそういったことってのあったんですか？はい、前岡の直売所今なっております。その当時は農産物収出荷施設と申しまして、国の費用を頂戴してで作ったんですけども、それとかその畜産物の加工場、今のハム工房ですね、はい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 、のその建物も協力お手伝いできました。そうですか。はい、農業を主にした仕事にこうしようというふうに、まあ、どっかかの段階でこう決心されたんだと思うんですが、はい、そういう時の状況とか、まあ、何がきっかけになったのかっていうようなことをお聞きすることもできますか？はい、まあ、やはり38年の時に父が亡くなって、農業相続せざるを得なくなったことが動機なんですけどね。ただそれから10年ぐらいして48ぐらいだったと思うんです。だいぶ農業の形ができてきて、よく言う50にして天命を知るっていうようなこともありますけど、じゃあ自分は何なんだろうと思った時に、やっぱりこの都市に生かされて、はい、こういうところで農業がやれる、で自分が建築家だったっていうようないろんなことを考えた時に、その自分の天命は都市農業であろうと
いうふうにしたのはやっぱり一番決定的にこうもう突っ込んでいってしまったことでしょうかね。なるほど、はい、今実は息子さんも、はい、あの農業に従事されてらっしゃるという、はいはい、息子さんとはどんな話をされてこの農業に従事されるようになったんですか。ええ、ただあの息子も金子建築設計事務所のスタッフだったんで、彼らがあの結婚してそれで農業をやりたいって言った時はびっくりしましたね、正直。それまでにその農業をやれとか、大体次男は建築の学校行かせましたから、はあ、設計事務所の後継者に考えてたので、あのあまりそういう思いはなかったんですけども、ただ結婚してで農業をやりたいって言った時は、まあ内心はねこれは締めたと思いました。そう誘導したわけではないんですね。そうではないですね、うん、逆にこれでまずいなと思ったのは、設計事務所 の, あの図面を描く人間がいなくなった。あの、金子さんから、まあ、先日もちょっとお話を伺ってですね、この建築家の目線で農業というものを見たときに、はい、やっぱり違うんですよという話をしてらっしゃいましたけども、うん、この話はとても興味深いなと思ったんですね。ただね、そうですね、私自己流だからかもしれませんね、はあはあ、ずっとその農業に学校出てから農業になったっていうんじゃなくて、外を歩いてからなってるもんですから、どうしてもその教えていただきながらでも、自分のやり方っていうのを見つけちゃうっていう。で、設計っていうのは大体あのお客様の要望とか、それからそのお客様 の, その環境とか社会状況とか、いろんな条件がたくさんあるじゃないですか、はい、でそれを全部こうまとめて、その中から無駄なものを省いていくっていう消去法で私は設計してるんですね。ですからその梅の剪定例えばするときでも、その梅の枝を全体的から見て、自然環境とかそういったいろんな環境の中でこの枝が無駄だとか、これを取ってあげた方がいいとか、そういう形の中で、まあ、自己流にやってきたんですね。ですからなんとなくそのあこれはなんか邪魔だなって言ってるような気がするなって感じで自己満足しながらやってるっていう感じですね。この間あの息子さんが剪定の競技会で神奈川県で優勝されたっていう話聞きましたね、はい、素晴らしいですね。あれはだからやっぱり先生からあの教えられたようにきちっきちっとやってるからですね、はあ、私は絶対は取れないわけですよね。私建築家から学んだことを農業の選定に生かしてらっしゃるんですもん、ね、私の場合はですね。ただ息子はあの父さんが設計ああの選定するとね、自分の選定と違うからやめてくれないってこう言われて、それで私はあの梅園から思い出されたわけです。思い出された。で野菜の方に行ったわけですね。あ、そうなんですね、はいはい、ちゃんと分かれてよかったですか。やっぱりね、自分流って言っても教えられたって育ってその剪定を習ったとしても、やっぱりそれが信じてやるわけですから、あ違う人の手が入るとやっぱりやりにくいですよね。またやり直しみたいになりますんでね。なるほど、はい、ではここで1曲お送りいたしましょう。金子さん、2曲目の曲名を教えてください。はい、あのやはりあの天貝真由さんの今一番新しい曲なんですが、はい、慈しまより愛を込めて曲をお願いします。はい、ではお聴きいただきます。本日は戸塚区の農業経営者金子雅也さん、陽子さんご夫妻のご自宅の敷地にあるカフェアトリエでお話を伺っております。金子さん、 JA の、 あの JA 横浜の理事でいらっしゃいますよね。はい、ここから横浜農業の特徴とか政策的なことについてちょっと教えていただきたいというふうに思ってるんですが、横浜市は日本第二の大都市ですけれども、農業産出額これ年間134億円もある、うん、これ平成27年度の農水省のデータなんですが、うん、まあ、まさにこれ農業都市だということですよね。そうですね。で野菜果樹だけではなくて多種多様な農産物が作られて出荷をされているということなんですが、まあ横浜が実はこの134億円ものですね、年間の産出額があるということを、うん、ご存じない市民というのは相当たくさんおられるんじゃないかという気がするんですね。はい、私もそう思いますね。だから私も実はその一人かもしれないんですが、あの横浜は神奈川県の中で一番
うん、農地がたくさんあるということも1、2年前から知ったような状況ですね。こういうまず実態っていうことを知らないといけないということなんだと思いますね、うん、あの農産物の販売手段も横浜の場合にはあの量産店との契約とかあるいは直売所だとかもうたくさんのチャンネルがあってというそういうこともあの横浜の特色になってるわけですよね。そうですね。でこうしたことの背景には、まあ、何といってもこの巨大な都市の消費者の方々、うん、これがやっぱり背後にあるということでして、この方々が、まあ、意欲的な農業者の皆さんのご苦労を支えてくださっているというふうにも言えるんじゃないかと思うんですね。そうですね。おっしゃる通りだと思いますね。あのこのデータも農水省のデータなんですが、これ平成18年まで農水省は農産品ごとに生産量とかですね、はい、そういったものをあのデータで出していたらしいんですが、まあ、それ以降は出してないらしいのでですね、平成18年の、調査ではあるんですけども、うん、市内産野菜で神奈川県の1位というのはですね、ほうれん草とか小松菜とか白菜6品目もあるんですよね、はい、で生産量が市内で最も多いキャベツとか大根、これも県内で2位とか3位なんですね、はい、この葉物野菜は横浜と言われるゆえんだというふうに思うんですが、こういうやっぱり実態をもっと誇ってもいいですよね、横浜は。そうですね。あの私の知ってる保土ヶ谷の方の方の農家とかは本当に頑張ってますね。キャベツなんかにしても ね本当によくやってますね。ただあの残念ですけど私のところは、まあ、もちろん梅や柿は別ですけども、あの野菜に関しては農薬散布してないんですね。ですから無農薬ではないんですけども、あの種がそう処理してある場合がありますんでね、あの農薬散布してないのでキャベツとか白菜なんかですと初めの頃に虫腸が卵を産んでしまうと、はい、大きくなって商品になったら割った時に虫が出てくるとトラウマになっちゃったりしますから、はい、どうしても怖くてできないんですね、うん、で小松菜とかそういったものもあのちょうど腸飛び交う頃ですから、はい、なかなかできにくいというので、あのうちではどちらかといったらあまり知られてないんですけれども、おかのりとかアシタバとかナバナとかルッコラとかそういうその農薬散布しなくてもまあなんとかこうできていくようなそういう葉物、うん、はいはい、はい、あと根菜が主体になっちゃいますね。野菜塾の話をさっきお聞きしたんですけれども、あの農家の方々のご指導のもとでですね、はい、本格的な野菜作りに挑戦したい人には、はい、まあ、体験ファームなんかもあってですね、市もそれに対して助成もしてますよね、はい、生産者の農作業をサポートする農業大学講座とかですね、それから遠農ボランティア制度だとかですね、横浜市はこの農業を学びたい人にさまざまなこう道が用意されているということも横浜農業の政策的な特色だというふうに私は思っているんですが、はい、こういうことについては金子さんどんなふうに、はいはい、あのとてもこれは必要なことだと思いますし、あのぜひ続けてもらいたいと思うんですよね。ただね、私は一つそのまだ解決されてないっていうところが、農家を辞める人は結構出てるんですけど、はい、今度農家になろうという人本格的にですね、なるほど、はい、そういう方々、はい、そういう若い人たちとかそういう方々にとってみると、例えばあの農地を借りることはできても、農地借りて生産したとしてもそれを商品に変えるためには洗い場があったり、はいはい、それからその袋詰めですとか集荷をする場所があったり、そういう場所がどうしても必要なんですね。ですから昔から農家の家を継いだ人たちの農家っていうのは大体敷地が300坪とか大きな屋敷があって庭があってっていうのはどうしてもそういう物置ですとか納屋ですとかいろんな資材入れる場所、そしてから干す場所、それからその集荷したものを荷造りする場所、はい、そういったものが必要なんですよね。だからそれが揃わないとなかなか独立した農家にはなりにくいっていう、でそこのところがまだまだね難しいんですね。マンションしてて畑行って生産して、じゃあどこでこれを商品に変えるか、ね、そういうことですよね、うん、ですから JA なんかでもそういう集荷する場所を提供するような、そういうのも今少しずつバックアップするようにしてるんですけどね。なるほど、はい、いわゆる今都市の中の
空地とかですね、はい、あのまあ、空き家が今社会的な問題になってますが、まあ、空地なんかも都市の中の空地っていうのはとっても今大きな課題になってますね、うんうん、こういうことの有効利用なんかもやっぱり考えていってもいいんじゃないかと思いますね。そうですね、はい、そう思いますね。今金子さんおっしゃったようにこの農家人口を増やすというのはこれこの横浜農業における大きな課題なのかもしれませんね。そうですね、非常に難しいけれどこれはやっていかないと放棄の農地ね、はい、そういうのがどんどん増えてますもんね、はい、でそれを JA の場合の園農ボランティアの役割はどうしたかというと準組合員さんに、はい、その園農ボランティアの組織に入っていただいて、はい、でそういうの作地ができない方そういう人たちの園農をするっていうのが主体に今となってるんですけどね。なるほど、うん、あの地産地消政策の話は先ほどもちょっとお聞きしたんですが、まあ、これとっても大事なことだというふうに思ってますけれどもこれを進めるためにあの浜フードコンシェルジュという、うん、この横浜の農と食をつなぐですね人々の認定制度っていうのがありますよね、うん、これも私は横浜らしいとても面白い政策だと思うんですよね、はい、でまさに食育これもこの地産地消を進めていく政策の中の大きなやっぱりポイントになってるんだろうなというふうに思うんですね。はい、そうですね。特にあの女性がねこれからもっともっと農業にも進出していただいて今までの女性の役割っていうのは後ろに隠れてた部分がすごくありますよね。ですけどこれからはねもっともっと表に出ていってでその農業を支えるっていうか動かしていくっていう立場になってもらったらいいと思うんですね。そうですね、今学校給食の食材なんかもできるだけ地元産のものを使いましょうという動きが起きてきてますが、うん、そうですね、やっぱりそうやって子どもさんたちが直接口にするものっていうのは実は自分のすぐ近くの農家の方々が作ってくださってるんだということを実感すればですね農家の方々に対する感謝の気持ちとかですねいうことも湧いてくるわけだし、はい、それ自体がまあこの食育につながっていくとても大事なことだというふうに思いますね、はい、そうですね。あの子供に関してはあの一番はっきり分かるのはうちの梅のモニトリングの時見てるとここで説明して紙芝居で説明して園に連れて行って子供が入るまでと出てきた時の顔が違ってきますよね、はあ、それはもうすごく感じますね私たち、はあ、ですからやっぱりこれはすごく大切なことだと思いますね、うん、あの以前にあのヤーコンの収穫体験をそこの南前岡小学校の5年生の2クラスが来てやったんですが初めの頃はあのなんとなくこうこわごわやってたんですがヤーコンを引き抜くとその芋がこう出てくるんですね、はいはい、で最初あこれがだけかと思ったらしいんですけどその下掘ってごらんって言ったらこう掘り出してわさわさ出てくる。そうしたらもうすごいすごい喜びましたね興奮してましたね先生も興奮しちゃってね。そうですか、ね、それであの金子さんがこれ子供たちに1本ずつ分けていいかなとああいいんじゃないかって、ね、すごい嬉しそうでしたね。そうですか、まあ、そういう話ってとても楽しいし嬉しいですね、うん、あとあの対面であのお野菜販売するときね、はい、あのこれはどうやって食べるのって聞かれることが多いです、はいはい、そうするとこうやってこうやって食べるといいですっていうそうするとおいしいとまたあのその次も買おうかなって思うでしょ。どうやって食べていいかわからないと手も出ないです、うん、そういうのが浜フードコンシェルジュとか、はい、そういう役目かなって思いますね。そういうことですよね、はい、地産地消政策っていうのはそういうことが根底になってるっていうことですね、さてはここで1曲お送りいたしましょう、はい、金子さん最後にお選びになった曲名を教えてください。はい、私は都市農業の推進してますので、はい、あの都市農業をテーマにしてシンガーソングライターのカホさんという、はい、方にですね金子ファームの曲を作って作詞作曲してもらいました。で歌ってもらってますのでその帰ろうっていう曲なんですがそれをお願いいたします。はい、それではお聴きください。シビックプライドダイアローグ、地域の魅力と文化力アップに挑む人々、本日は
戸塚区で農業経営をされている金子雅也さん、陽子さんご夫妻のご自宅の敷地にあるカフェアトリエにてお話を伺ってまいりました。金子さん、いかがでしたでしょうか。はい、たくさん話させていただきました。話が尽きないですね、はい、収録の合間にもついついいろんなお話をしてしまいまして、でもどれも楽しいお話でありがとうございました。そうですね、奥様陽子さん、いかがでしたでしょうか。はい、なんか楽しい時間だったと思います。横浜の都市農業という実態もなんとなく少し分かったような気がしますですね、はい、これからの大事なやっぱり政策なんかも、お話の中で出てきてとても良かったというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、この番組は FM 戸塚のホームページからもお聞きいただけます。ホームページのあのコーナーをもう一度聞きたいでアーカイブをチェックしてみてください。本日のゲストは戸塚区で農業経営をされている金子雅也さん、陽子さんご夫妻、進行役は FM 戸塚の大滝正夫さん、生き見えでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は災害の時にも安心安全な水を確実に供給する水処理プラントメーカー株式会社拓郎管理工業の提供でお送りしました。